にちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新の続きのお話をしていきたいと思います。日本の歴史の19巻開国と攘夷の続きを読んでいきます。先に告知なんですけども、メルマガ登録を募集します。説明欄のとこから本名でご登録いただけますので、ご興味あればお願いします。あとチャンネル登録、グッドボタン、あと Amazon、 楽天のリンクがありますので、一度踏んでいただいてお買い物していただくと紹介料が当読書会に入りますので、ご協力いただければありがたいです。では続きを読んでいきます。島津久光ですね。久光は一応の目的を達して満足した。8月江戸を出発して京都に向かったが、途中武蔵の国生麦村で、その家来がイギリス商人らを殺傷する事件を起こした。この事件については後に述べるが、異彩構わず斎場して、うる8月には京都に入った。ところが数ヶ月の間に京都の政情はガラリと変わっていた。久光の意図する公武合体が次第に実現すると考えていたのに、どうであろうか急進的尊攘論が高まっていた。寺田屋の変で撃破を鎮圧したと思っていたのに、かえってが逆効果であった。そこで久光は自制に失望し帰国してしまった。そのためもあって尊王攘夷運動はますます高まるのであったということです。公武合体を推し進める上で、一橋慶喜を将軍後継職に、松平義長を、政治総裁職に、ご利用しで、勅命を持って押し込んだわけですね。で、その老中板倉勝清と水野忠清に向かって、その公卿大原重富っていうゴリゴリの攘夷論者の公卿を護衛しながら、島津久光が、江戸に行って、無理やり一橋を忍ぶ将軍後継職にしたということです。で、京都に帰る途中に生麦村でイギリス人4人を殺傷してしまうんですね。それは大名行列のとこに、そのリチャードソンという人が、後ほど詳しく説明しますけども、馬がね、言うこと聞かなくて入っていっちゃったら、もう薩摩藩士が切り殺しちゃったんですねという事件が起こります。これがもう決定的に今後の薩摩とイギリスの戦争とか、長州が諸外国と戦争するとかにつながっていく話なんですね、ということです。で、京都に帰って、寺田屋の変で薩摩藩のね、撃破強硬派急進攘夷論者をみんな、一応内下場で倒したにもかかわらず、京都全体は逆に尊王攘夷運動が高まってしまったんですね。で、これの高まった結果として天誅っていうのは行われるということになります。続きです。一体このような変化、急進的尊王攘夷勢力が急速に伸びたのは何によるのであろうか。それは長州藩、土佐藩の動きとも関係を持っているが、また天誅の流行によるものでもあった。天誅とは天に代わって罪あるものを重罰するということで、尊王攘夷激徒が開始した猛烈なテロ行動であったということです。尊王攘夷派が追い詰められて、テロ行為に出るってことですね。天誅という名を持って。これはね、震災区の浅間山荘事件とか、その後のね、三菱重工爆破事件とかがありますけど、あれと似てますよね。あんまり当局が弾圧すると、極端な行動に出ると。テロをやるってことですね。無差別テロをやってくるってことですね。で、長州藩、土佐藩の人たちが、天誅っていうのをやると。で、続きです。狙われたのは、安政の大国その方が幕府のために活躍し、尊王攘夷の指針の恨みを買った者たち、また、公武合体運動、特に、和宮効果に関係した公卿などだった。特に、和宮効果に関係した岩倉智美、千草有文、富野浩二高直、小形手道及び女官、今城茂子、堀川典子は、士官二品とされて、一部遠心や尊王攘夷志士に脅迫されて、ついに官を辞し、頭を丸めて京都郊外に住む身となったということです。和宮効果、公武合体ってことは、和宮効果っていうのを やりますよね。ああいうことをやった公卿たちは、尊王攘夷の志士たちに狙われて、脅されたわけですね。脅迫ガンガンされたと。いうことです。で、だから、その公卿たちはみんな落職ですよ。頭丸めて、源氏物語の時代にもありますけど、頭丸めて、京都郊外に引きこもると。
いうことです。で、この時、岩倉具視を逃げたってことですね。洛北の岩倉村っていうところに身を潜めたんですね。で、続きです。九条関白もすでに辞職し、まあ、九条関白っていうのは、幕府寄りだったんですね、ずっとね。同じく頭を丸めて謹慎の身となっている九行の中山忠康は当時の脅迫者を次のように述べている。彼らは、長州薩摩両藩士でなく不老右往の者で勤皇動員屋と呼ばれている。全く勤皇を名としてその日暮らしをし、その説がおいおいに伝染しているということです。まあな、まあ長州薩摩の藩士っていうのは脱藩して、まあだから結局あれですよね、急進派で京都に集まってきたけど、寺田屋の変で、まあ薩摩島津久光が急進派弾圧しちゃったんで、その残りの人たちですね、別動隊って生き残った人たちはもうしょうがない、やるせないからテロに走ったってことですね。で、まあそのテロに加担して、まあ、食い詰めた老士藩士脱藩藩士とかが勤皇名として政治活動し始めたということですよ。まあ恐ろしいですね。だからまあ、なんていうんですかね、ルンペン、マルクス的に言えばルンペンプロレタリアとかね、権威主義に走るみたいな、テロ活動するってことですね。まあ、革命の敵になっていくわけですね。革命というか、まあ、ルンプロが革命の敵になるってマルクスは言ってるんですけど、まあだから、まあお金さえもらえばどっちにもつくような人たちが、まあその攘夷派の方が資金があったんでしょうね。で、そっちに資金が流れたから、テロ活動し始めるってことですね。まあこういうのはね、フランス革命の音声でもすごい説明してるんですけども、フランス革命の時ももちろんあるんですね、民衆運動っていうのはね、サンキュロットたちの、エベール派とか、アンラージュっていう過激派とかね、その人たちが弾圧されると、今度、応答派の方から、まあ、ブルジョアのハングレ集団みたいな、ジュネス奴隷、金ピカ青年隊っていうのが出てくると。なんか、ハングレの人たちがね、政治運動しだすっていうのは、まあ、ありますよね。で、テロを起こすということです。天柱の第一陣は、文久2年、1862年の7月、九条家の、家臣、島田左近暗殺であった。犯人は、薩摩藩、藩士、田中新兵衛らであり、左近の首は、四条河原に晒し物にされた。左近は長野義琴と結んで安政の大国に活躍した人物であるってことですね。まあ、長野義琴っていうのは、あの、井伊直弼の、まあ、和歌の先生かなんかだったんですね。で、京都工作、ずっとやってたわけですね。安政の大国にすごい深く関わったと。で、長野義琴と一緒にやってたのは島田左近ですね。こっちは九行と仲が良かったんですね。で、島田左近は暗殺されて首をさらされたと。その晒された首の絵があるんですね、俺ね。画面に貼っときますけども。ということです。で、続きです。九行、近衛忠房は、希代の希代、類例のない珍事、祝すべし、祝すべしと日誌に書いて、開催の意を表している。これを手始めに次々と暗殺が繰り返され、凶楽の巷には血生臭い風が吹きすさんだ。同年8月には、目明かし文吉が殺され、屍は三条河原に晒し物にされた。文吉も安政の大獄の際、獅子の逮捕に当たった人物である。11月、長野義琴の妾、村山和江が激怒に襲われ、三条橋の橋柱に縛られ、生きさらしの恥ずかしめを受けたことも人々を驚かせた。さすがに女性であるので殺されはしなかったが、威嚇の効果は十分であった。この方が文久2年のみでもいくつかの暗殺事件が起こっているということです。目明かし文吉って人も殺されて首を晒されると。これは安政の大獄の際、獅子の逮捕に当たった人物ですね。あと長野義琴の、まあ、愛人も、捕まって三条橋の柱に、縛り付けられて晒されたと。まあ殺されはしなかったけど恥ずかしみを受けたということです。こういうテロとか暗殺事件が、まあ、暴力事件がどんどん京都の中で起こっていくってことですね。これは天柱の名のもとに起こっていくってことですね。で、続きです。天柱とともに張り紙投げ踏みなどによる脅迫も行われた。京阪地方の幕府役人や両替や
貿易商などに対し、もし態度を改めないと武器や天柱に加えるぞと警告した。しかし中には勤皇名目に、富豪商人の家に押し入り強盗を働く偽勤皇も現れた。こうして不気味な空気が京阪一帯に漂い、身に覚えのあるものを震え上がらせたということです。天柱っていう、まあ、暴力テロも行われたんですけども、脅迫文、怪文書もどん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 流れると。で、京阪地方の、まあ、富裕な商人とか幕府役人とか両替商に、まあ、脅迫して金取るってことですね。押し込み強盗に行ったりすると。で、本当は天柱の目的じゃなくて単に強盗なのに、まあ、天柱を語って強盗する者も現れたと。んで、もうテロに怯える京阪地方はテロ一色になるということですね。そんなことがあったんですね。で、続きです。このような京阪地方の風潮は諸藩にも影響を及ぼし、藩内の砂漠化排斥が進められたところがあった。彦根藩では井伊直輔の腹心長野義子と宇都木六之丞が残災に、処されている。まあ、彦根藩で井伊直輔の腹心だったそのね、長野義子と、まあ、手下の島田左近とか、まあ、愛人の村山和江が、まあ、襲われちゃったと。で、本人も、まあ、彦根藩で、まあ、結局処分されちゃったってことですね。まあ、砂漠化っていうのが排斥されたと。だから尊王攘夷、暴力テロが効いて砂漠派の人間を、まあ、各藩で自発的に処分しだしたってことですね。ということです。で、江戸でも文久2年1862年には我が区講談所の花輪次郎、これ花輪小吉の息子ですね、暗殺された。前も話しましたけど、まあ、殺したのは伊藤博文だった話なんですね、一説によると。ということです。彼は老中安藤信義の命を受けて廃邸について、調査したとされ、安藤信之ですね、信之、ちょっと名前の読み方が毎回違うから何て読むんだか分かんないですけど、坂下門外の変で、襲われた老中ですね、安藤信之ですね。すいません。安藤信之の命を受けて、海底について調査されたとして、長州藩志士らに、長州藩志士って伊藤博文も入ってたっていう噂ですけども、らに襲われたということです。で、殺されちゃったと。花輪保喜一、軍書、類従とかいう本を書いてる、お父さん書いてる、なんですかね、国学者みたいな人ですね。まあ、海底っていうか、だから、孔明天皇を廃天にしようっていう研究をしたっていう嫌疑をかけられて殺されちゃったんですね。本当にしてたかどうか分かんないですけども、ということです。天柱などの脅迫によって撃破が盛んに規制を上げても、幕府側の取り締まりは微力でほとんど手を下せなかった。それに長州藩、土佐藩勢力なども急進尊王攘夷派に近い方向で進んでいたため、彼らの勢力はますます強くなるばかりであったということです。だからその一種の天柱を語るなんか浪人たちが現れると。まあ、それを取り締まるために今度ね、新選組っていうのが作られていくと、幕府側の方でっていう話になってくるんですね、これね。で、どんどんテロが行われるということですね。で、続きです。長州土佐藩の国事終戦、そこで次に天柱と深い関係を持った長州藩のその後の動きを見よう。薩摩藩が国事終戦に乗り出したとあっては、長州藩もじっとしてはいられなかった。両藩の対抗意識は極めて強かった。長井歌の行動でつまずいた長州藩は、早く攘夷説を取り、安政期の朝廷には忠説、幕府には信義、祖先には行動の方針をから抜け出し、もし朝廷への忠誠が傷つくような場合には、幕府への信義が欠けることもあり、または傍聴、まあ、周防と長門ですね、二国を投げ打つこともあり得ると藩の方針を確定した。尊王攘夷派が藩の主導権を握ったこの時期に、長州藩の志士は尊王攘夷派の代名詞となり、長州はその拠点ともなった。すでに高杉晋作は坂本龍馬に宛てた手紙に、諸侯を頼むに足らず、苦行を頼むに足らず、総猛志士の休業のほかはにはとてもこれ策なきと、策これなきと、私どもどうし中申し合わせおり、候ことにござ候、
失敬ながら孫藩、土佐藩も平藩、長州も滅亡しても大義なれば苦しからずと、尊王攘夷の大義の実現には藩の滅亡も苦しからずと言い、幕府や藩を否定しようとする考えまで進んでいたということですね。長州藩っていうのは、まあ、永井詩っていう人がなんか、以前ご紹介したんですけども、まあ、独自の何ていうんですか外交政策、考えたんですね。これだいぶ前に話したんだっけ。でその人は、まあ、その方向で行こうって話になってたんですけど、途中でね、永井詩一派パージされてっちゃうんですね。で、ということがありました。これは公開延暦策っていうのを藩主に献上したんですね。永井詩って直目付けで、藩主は毛利義親、だから早く攘夷は無理だと、攘夷なんかできないから開国政策を取っていこうと、積極的に。でそういう方で、永井詩が政治工作やったけど、尊王攘夷派が弾劾、永井詩弾劾運動を猛烈にやって失脚させちゃったんですね。そしたらもう一気に尊王攘夷、藩中が尊王攘夷になっちゃったんですね。ということです。で、尊王攘夷派は、もうとにかく攘夷をやるってことですね。この攘夷をやるっていうのを独自にやり出すんですね、長州藩が。それで、下関の海峡を通る、この後ね、アメリカ船とかオランダ船とか次々に攻めて、逆に手ひどくやられて、気づくんですよ。もう攘夷なんかできないんだと。で、その時一気に、これが今度、倒幕っていう形に、攘夷をやめて、倒幕って形に変わっていくということですね。で、安政期には朝廷には忠節、幕府には真偽、祖先には行動っていうことを方針だったんですけども、でもやっぱ朝廷の忠節っていうのは一番重要だと、まあ忠義と孝行でやってたわけですよ。もうそれは吉田松陰の頃からそうだった。吉田松陰の説いたのはそういうことですよね。まあ、今のだから教育直後の精神そのまま、あの藩の藩説っていうかね、藩の意見だったみたいなもんですよ。まあただ幕府には審議があったんですけど、幕府の審議っていうのはもうやめろってことになったんですね。朝廷と幕府が両立しないから、朝廷の忠節が傷つくような場合は幕府の審議っていうのはまあどっちも欠けるんだから、尊王攘夷派が主導権取った後は、朝廷を守るっていう大義の中ではですよ、幕府や藩を否定しようと、まあ、長州自身が滅亡していいってことをこの尊王攘夷派が言い出したと。で高杉晋作が、まあ、そのイデオローグになったわけですね。でこれ騎兵隊っていうのを作っていくと、まあ、武士から民間人ってお役所さんまで合わせた、もうなんか徴兵制でできた平等な軍隊を作って、封建的な階級制無視の軍事組織を作り始めて、まあそれで倒幕やっていくっていう原動力がどんどん変わっていくってことですね。まあで尊王攘夷も外国と戦ってみればこんなもん勝てるわけないと思う。ボコボコにされてですよ、考え改めるってことですね。ということになります。で続きです。文久2年1862年4月、長州藩毛利義親、世継ぎとはこの時は、あ、長州藩毛利義親と、正室世継ぎの貞弘は共に入居していた。同藩主らは島津久光ほど我の強い人間ではなかった。それだけに尊王攘夷派の藩主操縦は容易であったと言える。まあ長州藩の藩主は聞き分けが良かったんですね。だから尊王攘夷派の意見をよく聞いてくれたと。島津久光はどっちかというと我が強いんで、西郷隆盛が気に入らなきゃ奄美大島に流しちゃったわけですね。荻野選ぶ島までね、ということですよ。だけど長州藩というのは、もう結構物分かりがいいから、尊王攘夷派の意見よく通ったってことですね。で続きです。毛利貞弘はすでに江戸に下っている勅使大原重富の援助を朝廷から命ぜられ8月江戸に至った。しかし長州藩の場合、薩摩藩よりさらに急進的な意見で動いており、こと安政の大獄以降の尊攘派の
尊王攘夷派の殉難者等を手厚く葬るようにとの朝命を幕府に伝えようとした。その殉難者の中には近くは伏見一挙党にて死出いたしき僧侶者ども、つまり寺田屋の変に倒れた人々も含まれていた。久光の命によって切り捨てた人々を忠節の死扱いすることであり、薩摩藩にとっては容易ならぬことであった。このため薩長の間の水は深くなったということです。ここはすごい重要なこと言ってるんですけどね。長州藩は朝命をもって薩摩藩と大原重富が江戸に行ったわけですね。と江戸に行ったのを追いかけてったんですね。で、勅命を持ってたと。それは安政の大国以降殺された尊王攘夷派の人たちですね。まあ、なんていうか一橋派の人たち、まあたくさんいますね。まあそれは一番はあの人ですよ、吉田松陰も含めてですね。で、この人たちは手厚く葬るようにってことですね。で、これ手厚く葬るようにって何を言ってるのかというと、その後靖国神社に合祀されるってことですよね。あの、それは明治以降ですよ。まあ東京商工社っていうか靖国神社ってのはその後できますけども、国のためにしない人はみんな靖国神社に合祀されていくってことになるんですけども、もうこの頃ですよ、もう文久2年1862年の段階でもう安政の大国の尊王攘夷は、これはもう国のために死んだ人だから、靖国神社に合祀してくれって話になってくると。靖国神社問題ってもうこの頃から出てるわけですね。で、さらには寺田屋の変で死んだ薩摩藩の激化も、入れてくれっていうことですね。厚く葬ってくれと。国のために死んだんだって言ったと。で、そんなことやら薩摩藩困っちゃうわけですね。自分たちの内部内下場で殺した急進派たちを、国のために殉難したって言われちゃうと、自分の久光の命によって切り捨てた人々を忠節の死扱いするってことは困るわけですよ。ね、昨日はあの攘夷だって言って切りつけてね、殺しといた人たちが明日にはね、国の殉難者だってコロッと変わるような話になったら、そんなことがすぐできるんだったら、何でもありになっちゃいますね。何でもありっていうか、あの、藩主の立場はないわけですね。命令出したね。で、そこで薩摩藩と長州藩の溝が深まったと。で、尊王攘夷派に対する扱いが、もう全然、何ですか。言ってみれば、右左で言えば、もう長州はかなり極右に触れちゃってるわけですよ。で、薩摩藩はそこまで右に行ってないわけですよ。藩主自身が後部合体だって言ってんですから。で、自分のとこで寺田屋の変で急進派、まあ粛清してるわけですから。でも、もう右に目いっぱい振りちゃった長州藩から、まあ挑発を受けたってことですね。で、これでひびが入ってくるんですね、これね、ということになります。で、まあだからまあ長州藩の人はどうしても、もう明治維新の頃からもうかなりの右側だってことですね。それは今のね、安倍首相のが結構右だっていうのは、まあそれはもう伝統、お家芸っていうか、もう伝統だってことですよ。もうそういう意思があるってことですね、この頃からね。で、続きです。このように薩摩と長州の国事修正の方向はかなり正確を異にしていたが、そこにさらに土佐藩が進出してきた。この藩の動きも薩長2藩に増して複雑である。同藩は戸様であるが、薩長よりも砂漠的傾向が強く、また前藩主、山口陽道は、幕政をがっちり掌握していた。文久元年1861年頃の幕政は、山内豊重の信頼する吉田東洋によって運営されていたが、その方針は砂漠開国であり、藩としてはもちろん尊王は唱えるが、穏和な後部合体論であった。ということです。薩摩と長州の、まあ、国事修正と、まあ、国の政治に口出ししていくことになるわけですね。それはだって幕府が統治能力なくなってきたからですね。で、そこに新しく出てきたのは土佐藩ですね。で、土佐藩はかなり穏健な後部合体論だったと。かなり左側だってことですね。右側をその尊王攘夷とすれば、左側砂漠ですね。砂漠後部合体ですね。ね、山内豊重って人は、まあそんなに幕府に対して恨みを持ってるわけじゃないし、
まあ、山内家ってのはそもそも外から来たわけですね、高知にね。この辺は安岡翔太郎さんが結構詳しく書いてますけどね、全然高知っていうのは遅れてたんですけど、山内家が来てからですよ、急に文化的に良くなったってね、安岡翔太郎さんが書いてますけど、まあ、安岡翔太郎さんがこの幕末のこと書いてるんですね、これ。何でしたっけ2作ぐらい。流離譚とかいうの書いてるんですね。まあ私は持ってるんですけど、読んでないんですけど、まあ、昔新潮文庫から出てましたけども。まあこれは全部読み終わったら、まあ、読んでみようと思いますけどね。で、山内豊重が信頼する吉田豊って人が、本間の公部合体論を唱えてたということですね。だけど、まあ、尊王攘夷派が出てきちゃったわけですね。続きです。しかし、同藩でも、尊王攘夷派が頭を持たげてきた。その指導的人物は、郷士出身の武智瑞山、坂本龍馬、中岡慎太郎らであり、文久元年8月、武智瑞山らを中心に土佐勤王党が組織された。その数は日に日に多くなり、200名近く伴って一大勢力となった。だが、藩内の、上司対下士、教師、勤王党対砂漠派の対立は初めから激しかったということです。武智瑞山、坂本龍馬、中岡慎太郎という尊王攘夷派が出てきて、まあ土佐勤王党っていう尊王攘夷のグループができちゃったんですね。それでまあ内部で抗争するようになったと。上級士族と下級士族の対立、あるいは勤王党対砂漠派の対立っていうのは起こってきたと。まあこれはどこでも起こってるんですね。水戸でも起こってるし、薩摩でも起こってるし、長州は一色なんですけども、尊王攘夷で、土佐藩も内部分裂し始めたということですね。まあ政党政治もそうですけどね、同じ政党にだって右と左に分かれてるんですよね。民進党だってね、希望の党に合流した右派の人とね、立憲民主党立ち上げた左派の人で分かれてるんですよ。まあこうやって2つに分かれてるんですね、同じ中でも。まあ自民党だってそうですね。タカ派とハト派で分かれてるということですね。ということですで、続きですね。藩長の、吉田東洋、尊王攘夷派は文久2年4月、吉田東洋を暗殺した。まあ、穏健な公部合体論を唱えた、老中が、まあ、暗殺されちゃうんですね。で、土佐藩長はの、吉田東洋一派は退陣したが、代わって幕政を担当したのは、吉田東洋よりさらに砂漠的傾向のものが多く、尊王攘夷派の推す人物は少なかった。それにもめげず、土佐勤王党は土佐藩の路線を尊王攘夷派に乗せようとした。山内豊重も薩長2藩の進出に刺激され、高まる尊王攘夷の動きの中で土佐藩も遅れは取ってはならない。そのために一役買って出ようとしたのである。こうして文久2年8月、土佐藩主山内豊則、まあ豊重は前藩主ですから、まあ東大藩主が、多くの尊王攘夷を派を従えて入居した。武智瑞山らは他藩応接係に就任し、諸藩尊王攘夷志士らと密接に連携した。提携した。彼は政令を一切朝廷がご施行され、諸大名もまた直ちに朝廷に参勤するようにしなければならないとの法制復古論を持ち、全国志士の中でも重きをした。しかしこれは山内豊重の持つ公部合体論と相入れぬもので、後の彼及び土佐勤王党の悲劇はここにその原因をはらんでいた。島津久光が京都から藩地へ向かった翌9月、薩長、薩摩長州土佐の三藩主の名で再び勅使を幕府に派遣し、攘夷の命令の勅命を伝えてほしいとの建議が出された。薩摩藩主が参加しているのは本来ありうべかざることであるが、京都に留まっていた一部の急進派が長州土佐急進派と連絡し独断先行したものだったということです。前藩主山内豊重は、公部合体論なんですね。だけども、まあ、土佐藩主が尊王攘夷派を連れて京都に入っちゃったわけですね。で、土佐勤王党はもう、尊王攘夷ですね。だから、藩の考えと、まあ、一部の人が
まあ、ここでも分かれちゃったってことですね。で、激化がまた、土佐藩でも激化が暴走するってことが起こってしまうと。さらに、薩摩藩は、久光がもう、鹿児島に帰ってんのに、薩摩に帰ってんのに、残った急進派が勝手に、長州、土佐の急進派と連携して、幕府に上位の命令を、朝廷からの上位の勅命を伝えるっていう、伝えてほしいっていう権威に出してしまったってことですね。だから薩摩藩は別にそんな公武合体ですよ。土佐藩も公武合体で、長州だけは尊王攘夷なんですけども、まあ、この3つが、の急進派だけが勝手に勅命を出してほしいっていう権威を、再び勅使を幕府に派遣し、上位の勅命を伝えてほしいとの権威が出された。まあだから、朝廷に、幕府に命令出してくれって頼んだわけですね。上位してくれって言って。で、次です。朝廷はこれに従って、26歳の正倉急進派、公暁、三条実富を勅使に任命し、土佐藩主に御所の護衛を命じた。10月勅使は江戸に赴いた。武智瑞談は矢川左門の仮名を使い、公暁の家臣のふりをして随行したということです。勝手に一部の急進派が、まあ、上位結婚のために、朝廷をから勅命を出させて幕府に、勅使を送るということをやり始めたんですね。で、土佐藩もそこで、その流れに加担していくと。だから世の中の流れはもう尊王攘夷に乗っちゃってるわけですね。で、藩主とか、まあ、藩主っていうか藩の実権を握る山内陽度とか島津久光はそこまでの気はなかったんですけども、抑えきれなかったってことですね。で、どん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 事態が、まあ、動いていっちゃうということですね。ということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。